今から金杭を作ります。日本で売っている普通の糊で結構です。これ10枚ですね。この10枚の糊を、こちらが裏表です。裏の方がすごくこうガサガサしていて、このごま油とかが乗りやすいので、私はいつも裏の方に塗るようにしています。味はごま油と塩だけです。ごま油を入れて、もう本当に適量ですね。そして塩も入れますっていうスプーンの背中を使って塗りつけていきます。さあ、ごま油と塩をこういうふうに適量混ぜるんですね。そして自分のこの指の延長線上でこの塩の量をこう感じてください。なので分量を何とも言えないですね。こうやってごま油をつけながら、塩とごま油をつけながら、このようにしてまんべんなく手早く塗っていきます。そしてまたこれを返しまして、またこの背中にこうやってこんな感じでつけていくわけですね。できるだけ中心だけじゃなくて、この端も、こういう端も後で切った時に味がいくようにしてください。全体を同じ量塗ると思わずに、この全域に行き渡ればいいんですね。この端の方も切れたところがこうつくように。これがね、簡単そうだと思ったら案外やってみると結構難しかったりしてね、デレデレにしちゃう方もいらっしゃるんですが、まんべんなく全体が塗れるようにしてください。さあ、そしたらこの後すぐに炙っていきます。1枚ずつでも2枚いっぺんでも構いませんけれども、まあ初めはこう1枚ずつの方がやりやすいかもしれないですね。炙ります。焼くようなつもりですかね。ちゃんと、しっかりと焼けているとパリッと切ることが、手で切ることができるんですね。火は強火ですよ。火は強火でこういう感じで炙ってください。これを焦がして本当に焼いちゃう人がいるんですけど、ダメですよ。ごま油もついてるので結構気をつけないとダメなんですが、強い火でこのようにして焼いていきます。こうやって焼けました。そしたらこの10枚焼けたものを、10枚いっぺんではちょっとあれなので、焼けた海苔をこうやって、どうですか、パサッと焼けてるんで手でこうやって切ることができます。こんな感じに綺麗に切れますね。でこれもまた半分にして、大きさは決まりはないんですが、実はうちの父はこの大きさで盛り付けて母に出してましたね。しっかりこう焼けてるので手で切ることができます。でこれをで盛り付けて、そして上からちょっとごまなどを飾ってあげて、これで金杭の出来上がりです。ものすごく簡単なのに香ばしくて美味しい金杭、作りたてもすごく美味しいんですけれども、乾燥剤を入れて密閉しておけば何日か持ちますので、白いご飯やおにぎりに巻いてもいいですし、鮭の魚にも重宝します。どうぞ楽しんで作ってみてください。